皆さんこんにちは、神谷由里でございます。今日も関まりこ物語初スタートいたしました。お呼びしたいと思います。まりちゃんです。お熱ございます、はい、相変わらずお熱ございますよろしくお願いいたします。前回ちょっと終わりの方でウクレレの話になりましたけれども、はい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 、ね、ウクレレソロは私はやらないけどって、ね、おっしゃっていましたが、ウクレレソロに関しては日本の大御所と言われた、スティールギター界の大御所と言われたバッキー白勝さんっていらっしゃいましたよね、はい、あの方が現役の時代によく銀座のタクトなんかのステージで時々ソロをなさるんですけどね、ものすごい、それこそ 今より言うとめっちゃすごい腕前のウクレレソロでしたね。へえ。その頃はまだ、なんで今時風に言ったんですか。え、今なんで今時風に言ったんですか。たまにはそういう言葉も使ってみたい。めっちゃなんていうのは私普段使いませんので失礼いたしました。でも本当にね、バッキーさんのウクレレソロは素晴らしかったんです。あ、そうでしたか。だからそれはね、多分一緒にやってたメンバーの人がまだ息子さんじゃない時代の話で、うーん、後にバッキーさんはご自分の息子さんをメンバーに加えてなさってた時代も長かったんですけど、はい、私どもが時々ご一緒する時代っていうのはまだ全くの赤の他人のメンバーの方が入った構成でやったんですけど、その頃ね時々そのウクレレソロをなさるんですよ。リクエストだったんだかなんだか忘れちゃったんですけどね。でも本当にね、おもちゃのマーチとかね、おもちゃのマーチってどんな歌ですか。おもちゃのマーチってすぐに出てこないけど、あとペルシャの市場とかね、割となんて凝った曲をなさってましたね。へー、そうなんですね。とても素敵でした。私も本当にスティールギターよりどっちかっていうとそのウクレレのソロの方にものすごい感銘を受けた人間です。あの方ドラムもねされるっていう、その時代は私は存じ上げないんですけれども、日本にいらして、ハワイから日本にいらして当初の頃の音源を聞きますと、ハワイのスティールギターの音色なのね、うんうんうん、それがだんだん日本でお仕事なすってる間に日本人にとてもなんていうのマッチするような奏法というか、うんうん、曲の感じも日本風になっていって、なんかやっぱりそういうなんていうのかな、同化しやすいルーツが終わりになったんだろうと思うんですけど、あの方は本当に素晴らしい方でしたね。あ、そうですか。なんかタッチ&トーンの時に一度出ていた、ね、あの後間もなく亡くなってしまわれたんですけれども、そうですよね、すれすれセーフでうちの会に出演していただいたんですけど、あの頃はもうかなりもう年も召して弱ってらした時代だったんですけどね、うん、私がタクトなんかでご一緒する頃は、まだすごい元気 ですごくユーモラスなバンドでね、うん、5人並んで演奏してるでしょ。で新宿のラセーヌなんて広いステージだとね、あれはウクレレの久保内さんかなんかかな、なんか一声かけて全部向きを変えて演奏したりとかね、いろいろ面白いことをやってます。向きを変えて、ステレオ演奏とか言いながらね、こう外側に向きを変えて、スピーカーを外へ向けたみたいな感じになって、ステレオ演奏とかって言いながら向き変えて弾いたり、なんかすごくコミカルな演奏をやったりなんかして。そうですか。楽しいバンドでしたね。なんかエンターテインして、そうで私たち駆け出しのバンドに対しても全然意地悪くなさらないで、とても良かったですね。そうだったんですね。懐かしいのだからバッキーさんのバンドは。そうですか。やっぱりでもその頃からもうスターな感じでした。もちろん。あ、そうですか、うん、それでその中にやっと一人加わったのがご長男のアタイさんっていう、はい、法政の人で、その方がギターで、でだんだん息子さんたちが増えて、はい、ベースのおさむちゃんとかギターのたけしちゃんとかが
入られて、でもその頃はもう本当にバッキーさん自身もお年を召されて、はい、もう本当に最後の頃の演奏でしたね。うーん、でおさむちゃんは後にマヒナスターズのベースで参加されて、マヒナのベーシストになっちゃったんですよね。ああそうですか、まあそんな時代もありまして、はいね、懐かしいですね。懐かしいですね。私本当に、でもバッキーさんって方はね本当に得意な方ですよね。まあでもね、なんかウクレレソロのねアーティストがもう、まあ、例えばハワイだとやはりハーブ太田さんですよね。ああいう方が、あなたが一緒にやったあの人誰だっけ、ジェイク島袋さんですね。ジェイク島袋さんとか、はい、ああいう方たちもね。そうですね、ジェイク島袋さんは私一緒に演奏したというよりはレコーディングで一緒にそうですね、やらせていただいて、もちろん同じスタジオでの録音ではなかったので、はい、彼の音源があってみたいな、そこにこう日本で歌を重ねてみたいな、まさしく今風のレコーディングですね、まあ、そうですね、はい。でもアイダアイダがなんかだいぶテレビで流れてた時に、はい、あなたの息子がおじいちゃんとうちのおじいちゃんと一緒に踊ってたんだよ。あそうですね、ずいぶんね長いことねお母さんと一緒という、はい、番組で放送していただきましたけれども、まあ、でもねああいうなんかハーブ太田さんだったり、うん、まあ、息子のジュニアさんだったり、ジェイク島袋さんをはじめとするもう本当にたくさんのね素晴らしいスティールじゃないウクレレのソロをやるアーティストっていうのがいらっしゃいまして、ハワイにもたくさんいて、いやでも私ねやっぱりねウクレレっていうとねウクレレソロもさることながらベニーカラマさんっていうねハワイコールズ時代を一世を風靡なすったベニーカラマさんのウクレレを弾きながらファルセットで歌う歌声がやっぱり一番耳に残ってますね。皆さん歌えます。バーニーさんなんかとも一緒にやってたね。もう本当になんていうかな、これぞハワイアンっていう感じで素晴らしかったですね。バーニーさんもねなんか歌ってましたよね。歌ってました、コーラスやってました。みんななんか向こうの人は歌あり演奏ありで、そうですよね、それがもう普通でしたからね。そうそう、だからそれに比べるとやっぱり日本のハワイアンバンドってこうみんなでコーラスって感じじゃないですよね。いやでもやってましたよみんな。そうですか、うん、私たちの時代っていうのはもう本当にみんなソロありコーラスありっていう感じでやってましたよね。そうなんですね。でそういう中にあってバッキーさんはご自分の作品も発表なさってたんですよ、うんうんうん、でアロハの色はイヤオエっていう曲があるんですけど、はい、今でも息子さんのたけしさんが時々歌ってますけど、はい、ご自分の奥様に捧げた愛の歌なんです。とてもいい曲なんです。でもねちょっと音がとても難しい音を使ってらして、やっぱりコード進行がまた洒落てるんだな、バッキーさんは。そうなんですね、でそれはねたまにあれで演奏聞きますか、こうたまに、渋谷のお店にたまに、はいはい、ね、たまに行かれてますよね。あとね来年今年の暮れか来年ぐらいに昔のタクトでねまたちょっとハワイアンをやろうとかっていう話が持ち上がってまして、はいはい、でそこでたけしちゃんと私も一緒に演奏する予定なんですけど、その時にまたその曲とか他にもバッキーさんの作品を多分ご披露できると思うんですけれど、やっぱりそういういい作品っていうのは後世に残したいですよね、なんかマリちゃんはオリジナルを書いたりっていうことはしないんですか。しないね、なんかないですよね。しないわね。でも私は自分でスティールギターのタブ譜を書くようになってから、はい、適当に自分でイントロ作ったりとかエンディング作ったりとかそういうのはしますけど、曲としてはないですね。ね、なんかスティールギタープレイヤーにもなんかこうそういうタイプの人とたくさん曲を作られるタイプの人とね、いて、例えばバーニー・アイザックス・ジュニアさんは全く曲を書かなかったけど、お父様がね、たくさんの役割分担で、親子で役割分担、ね、なんか
こうものすごい数のね、あるんですね。あのそうなんです。だけど私なんかもやっぱり自分で曲を作ろうっていう発想がなかったのかもしれないですね。そうなんですね。ただねコード進行に関するやっぱりあのこだわりっていうのがあって、あの自分で曲は書かないけれども、その聞いて自分で弾いてみたいなと思う曲のそのコード進行っていうのは割と気になる方でしたね。コード進行はね本当そうですよね。なんかあの、コード進行こそなんかこうグッとくるものがなんかこう人によって違うっていうか、そうなの、私1度から4度いくのだとキュンキュンキュンってなるの。例えばね C から F ってことですか。そういうことですか。そんな単純な、でもそこにメロディーがつくわけだから、そのついたメロディーによってもう本当に胸キュンキュンなのよ。へー、そうなんですね。なんかそういう曲書いたらよくないですか。ねえ、ね、なんか今度そのうち考えてみましょうね。うん、あのマリちゃんのオリジナルがね。私作詞するのは嫌いじゃないから、なんか曲書いて日本語で詞を書いてっていうのをやっても面白いわよね。そうですね。ね、面白いかもしれないですね。でいよいよ歌ってみたらいかがですか。この声で。あ、はいはい。いいんじゃないですか。みんな耳塞いじゃうんじゃない。いやいやいや、そういえば、コメントをここ結構いろいろいただいておりまして、はいはい、そのコメントにですね、最近はショートも始められてご負担なんか大丈夫ですかみたいな、コメントをいただいたんですよ。ご心配いただいてすみません。はい、でこのまま代わりで、ね、ご説明いたしますと、ショートはですね、以前に撮りためている、動画をそのまま切り抜きをしているだけなので、新たにねショートで撮ってるわけではない、ね、ということだけちょっとちぎってくるんです。そうなんですけどね。でもこうやってね、鉱山以外でもこうやってマリちゃんのお話が関マリコ物語で皆さんに聞いていただくことができて、そしてたくさんのコメントを頂戴しております。ありがたいと思います。本当にすごいね、やっぱり昔をご存知の方は、とっても懐かしくて、自分の時代の時はこうでとかっていうお話をね結構コメントでねお寄せいただくんですね。ありがとうございます。本当にありがたいです。でコメントのお返事はですね、本当に遅くなっても丁寧にもうお返事できる間はもう全然お返事していくつもりですし、私が代返してるんですけれども、マリちゃんがそのまま言った言葉をこう打ってますので、はい、マリちゃんからのお返事ということでですね、はい、皆さんもぜひぜひこのトークの、関マリコ物語の動画にもぜひコメントをお寄せいただければなと思っております。楽しみにしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ね、でもこうやってなんかこう自分がこう発したなんか音源だったりとか、そういうものがこうやっていろんなところからこう反響をいただけるっていうのは本当に嬉しいことですよね。本当にね、こう今の時代ならではのことですもんね。私想像もしてなかったことですから。そうですよね。だから本当にアルバムを例えばね、レコーディングして、昔だったらアルバムをこう売ってみたいなことで、まあ、自分の音楽を発表していくっていう発表の場がなんかそんなそういう感じだったじゃないですか。それしかなかったみたいな、ね、そうですよね、はい、けどもう本当にこうやって YouTube でしたらね、もういろんなところから聞いていただけますし、そうなんですよ、いろんな国から、ね、時間も好きな時間に、ね、見ていただけるということなので、嬉しいです本当に、うん、たくさんのね、スティールギター愛好家の皆さんや音楽好きの皆さんがねこうやって聞いていただいて聞けてるのがコメントを通してね私たちも知れるととても、嬉しく思っております。ですから私も本当年を顧みずに頑張っておりますので、ね、よろしくお願いいたします、ね、本当に生きている限り続けたいですよね、はい、私モットーにいたしておりますのは、生きている間スティールギターと車の運転はやめません。あ、本当ですか。なんか最後の最後のこの爆弾発言を食らいましたけれどもまあね、本当にそう言っている以上はね、もう周りはどうしようもないという感じでございますけれどもね、これはまあご高齢の方を、家族に持つ人たちの、永遠の共通の悩み共通の悩みかもしれませんけれどもね、どこで免許を返納してもらうかについてまた次の動画で
知り合いだと。ちゃんと更新手続き合格したのよ。まあでもそうですね、何でしたっけ、認知症のテストもね、高齢者の講習も全部合格しておりますので、ご安心くださいませ。承知いたしました、はい、それではまた次の動画でお会いしたいと思います、はい、どうもありがとうございました。